い、どうも、しんたろです。よいしょ。ということで、本日はですね、今日も、ドッキリかな?ドッキリというか、あいつのためを思って、しんたろを優しくしてあげよう。今日は、まあ、何をするかっていうと、まるまるもりもりを踊んねんけど、もう上がってるかな?これ上がる頃には。いろんなところで撮りに行くんですよ、今から。渋谷行ったり、まあ、家でも撮ったりとか、こう、いろんな場所で撮んねんけど、あいつすごいこの、一個嫌がってるところがあって、あいつ意外とこう見えて人見知りなんですよ、あいつね。意外と恥ずかしがりなんですよ。なんか二人やったら大丈夫みたいな。今回、何がもっと恥ずかしいって、衣装も、ちゃんとしようということで、幼稚園の衣装。で、そこで、まあ、撮っていくんだけど、いわゆるだから渋谷とかで幼稚園の格好にならなあかんわけ。覚えてきました、ほんま。マジで。もうイライラした、ずっと。しかもあいつから言ってたよ、これも。だからあいつ覚えとかないね。それもちょっと腹立つやろ。自分が楽できるから、まるまるもりもりしようって言ってきたわけですよ。で、今回だから今回俺が優しくしてあげようってキャンペーンやんか、いっぱい間違えてあげようと思って、その。振りを最近ちょっとポチャポチャしてきて、ポチャポチャしてきて、こう体が大きくなってきてるから、いっぱい踊って、あいついっぱい動かして痩せさせてあげよう。ほら、だから俺いっぱい間違えます。当日間違えて痩せさせてあげよう。レッツマッスル。よし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 、着替えていこう。で、覚えてんの、ちゃんと振り。俺マジ完璧で振り。ちょっと待って。丸々のりもりみんな食べるよ、つるつるてかてか、明日も晴れるか。でもこれいらんくね、もうなんかこれあるだけで気ちんねんけど、普通にわかる。けどお前ブラとか透けてややこしいで、ちゃんとお前できてるから黙れ。これ渋谷行くんやろ。お前今日普段とあんま変わらんで格好。いけるかそれ。なんか短パン履いとってや。さすがにお前それもう。だから履くって言って黙れ。もう変わらへんやん。普段と一緒やん。一緒やん、ほら。いや、違う違う違う、お前の普段の仕事ほんま変わらんで。これかぶ、これしていい、これ。そんなあかんって、お前そのおもんないって、そんなこれいい、いや、あかん、お願い、お願い、マジでお願い。そんなお前見とこ、お前どう思う、そんなファンのこと好きって、そんなやんなよ。サングラスかぶってるとこ好きって言ってくるかも。いや、そう、なんかそうやって可愛いのを求めたんだね。そうやってお前シュシュブラすんや、かわいそう、お前ファン短いり。完璧やろ、俺。あー、マジか。おい、お前、おい、ほら、いけてるよ。もう回る、あ、回る、分かってる、回る、回る、回るから。なんちゃん勝ちでいいや、マジでお願い。で、はい、ダイス、お前大丈夫？お前、ほんまに。あ、2回やぞ、ここ。お前、ほんま、もうこいついけんの？おい、ごま塩さん。行ったので途中ちょっとおかしかった。またタクシーだから一緒。じゃあ、てか一つ言っていい？お願い、なんかどっかない？渋谷なんか一瞬で笑っとって。これでは無理。もうほんまに。マジ？無事。無事とかないもんだって。無理。じゃあ、このか。はい。お前、ええぞ、ええ。撮ろうか。いいか、いいか。もう一個。お前、コードが取れないよ、早く。待って、待って、待って。ほら、来てね。早くフローランクなってからして、お願い。はい、教えろ。違う。じゃあ、早く一番返して、一番。何人？ここできました。Oh, my God.
んまにさお前練習してこいや普通に。ももクロの巨大で説明しとくわ。ももクロがあの、うん、結成15周年で代々木公園であの今日と明日ライブがあってファンがいっぱいおる。特にももクロあんねん。でお前がここやったらなんか踊れるかもってね、ここにしたんや。見てる見てる見てる。あああああああお前が叩くから。お前も勢いやばかった。だからお前がさ。わかったから。ちょっと真剣に行こう。よし。大きく。こちらだ。だから練習してこいって言ったやん。してるやん。真剣やってる。悲しいわマジで。マジで。続きからしょだから。まだ続きからしょ。続きからしょ。ほんまに。まるまるの。はい。ごめん。なんで次。あもし。わかったごめん。ほんま腹痛いるか思った。ファンがめっちゃ来た時めっちゃ面白かった。夏美香ちゃんやって言われながらランドセルつなったらめっちゃ面白かった。ホームラン。まだで。はい。はい。おい。お前は。だよ。何次？ニコリ笑顔。すぐ切るやん。とりあえず代々木はバージョンは完成ということで。しんちゃんがさ見て、しんちゃんがこけしたからさ、すごい。みんな叩いて、そのさしんちゃんこかしてきて。見て。しんちゃん。これ全部夏美がやってん。全部ずっと。ずっとあと言ってんねん。全部ずっと夏美がやってん。これ言わんかったけど。ということで。はい。実はドッキリやってました。いっぱい間違えて夏美を痩せさせてあげよう。お前さ、いつか見せてやるぜ打ち上げ花火、痛みなんてもう後回し、苦し紛れの輪のあがり。